今日は面白いものを手に入れました。これはなんだ、飛び臭マジックリキッドって書いてあります。これです。はい、知ってますかね。で、これが何かというと、フェイス面にですね、これを塗ると、飛ぶようになるという魔法の液体だそうです。聞くところによると塗るだけで平均 16.6 ヤード飛ぶようになるという、まあ、話なんですけど、まあ、細かいなという感じなんですが、まあ、ちょっと実験しようと思います。ということなので、まあ、今日はですね、うちにですね、スカイトラックがあります。まあ、いつもはねベクターで測ってるんですけど、今日はですね、まあ、スカイトラックが来てるので、まあ、スカイトラックでちょっと計測をしてみようと思います。とりあえず、塗らないで何にももう素の状態で、このドライバーを打ってみたいと思います。では、もともとね、僕自身はテスピンなんですけど、まあ、最近ちょっとね、練習してボールが上がるようになってきたかなという感じなので、まあ、前よりは高スピンになっていると思います。まあ、とりあえずだから同じスイングをしないとあんまりその比較の意味がないので、まあ、ちょっと同じスイングで、打てるように頑張ってみたいと思います。さあ行きましょう。サード。さあデータはどうなの。さあどうでしょう。さあ今何にもつけない状態でスピン量がですね2822で、初速が 72.3 の、まあ、距離はご覧のように 268.4 ヤード、キャリーが 256.5。 まあまあいいね。まあこれでも十分私満足ですが、これがどう変わるかというところですね。さあやってみましょう。さあということで、このトビッシュ塗ってみたいと思います。このフェース面にね、まあ、このようにピュッピュッ、これでいいのかな、いきました。でこれをあとは乾く、ちょっとなじませるのかな、ちょっとなじませて、うん、いいですね。まあこれで、まあ、結構すぐ乾くらしいので、もうちょっと待って打ってみたいと思います。でちなみにですね、これまあご想像の通りですね、公式競技では使用禁止でございます。まあ当たり前ですね。ですが、まあ普段の遊びのプレーで、まあ飛ばしたいという方は、まあぜひと試してみるといいと思いますが、まあまだ飛んだと決まったわけじゃないので、実際にこれが効果があるのか、塗った状態で打ってみたいと思います。塗った状態で打ちます。さあ、まあ、さっきと同じような感じね。まあ、飛ばそうと思っても飛ぶわけじゃないので、まあ、同じ感じで打ってみたいと思います。さあどうか。さあどうだ。キリンにさあ飛んでおります。飛んでおります。おお、距離は出て、お出たよ。スピン量2340の初速 73.8 でキャリー 260.4 の、おお、ということで飛びました。でこれまあ今ね2発打ってね、もう明らかに飛距離は伸びましたけれども、なぜ飛ぶかというと、これまあシュッと吹きかけることによって、ここでガラスコーティングされるらしいんですよね。でガラスコーティングされたことによって、まあ、スピン量が、まあ、もちろん減る、プラス、まあ、打ち出しが少し高くなるということで、その、まあ、キャリーとランの比率でいうと、塗った後の方が、まあ、ランが出るということです。で、まあ、そういうことなんですけど、実際にこのデータを見てみるとですね、もうそのなんていうかな、あれが性能が明らかですよね。これが今2発打ったデータですけれども、1発目の、まあ、コーティングなしの場合のデータはこれがですね、スピン量が、どこだ、ここだ、スピン量どこだ、あ、ここだ、はい、スピン量がですね、ご覧のように2821で、打ち出し角が 12.8 度、それに対してコーティングした後は、打ち出し角が 13.1、本当わずかに上がりましたね。そしてスピン量が2340で、これは、まあ、約500回転減っています。そして、キャリーとランですね、一発目は、
256ヤードのキャリーに対してランが 11.9 ヤード、12ヤードですね。そして2発目は、キャリー260ヤードに対して、ランが14ヤードということです。まあ、打ち出し角が上がったことによって、まあ、キャリーも増えてますよね。まあ、本当になんていうかな、この、まあ、効能というか、聞いていた通りの、データが出て、まあ、結構びっくりですね。はい、ということでですね、私のデータは、まあ、約、まあ、6ヤードかな、伸びましたけれども、まあ、結構本当に2発だけ打って、データが本当にそのなんていうかな、この、そのなんていうのガラスコーティングでスピン量が減って打ち出しが高くなるということ通りの、まあ、データが出ました。でここは、まあ、塗るだけで平均 16.6 ヤードアップということなので、まあ、普段そのスピン量が、ね、多くてね、飛距離をロスしている人は、まあ、このぐらい増えるんではないかなというふうに思いますし、これはボトル1本で50ラウンド持つそうです。で、ちなみにお値段は2000円だそうです。なので、まあ、競技では使えませんけれども、まあ、いつも普通の遊びのラウンドでね、距離を出したいという方は、まあ、一度これを、試してみるといいと思います。以上。